こんばんは、埼玉西武ライオンズ高橋コーナーです、高橋コーナーのこうなるしかない始まりました。よろしくお願いします。そうですね、先日24日にオリックス戦投げたんですけど、やっぱり苦しい投球が続いてるなっていうのは正直ありますね。やっぱり、ここ6試合かなで勝ちがついてなくて、で本当に、まあ、リスナーの皆さん、ファンの皆さんの声に応えられてないっていうのがすごいもどかしい気持ちではいるんですけど、まあ、でも本当前を向くしかないですし、次しっかりいいピッチングをしていい姿を見せたいと思います。またね、応援の方よろしくお願いします。でそれで私事ですけど、一戦投球会を達成することができました。ありがとうございます。まあ300何人っている記録ですけど、まあ、でも一軍でしっかりと投げ続けたっていう証だと思いますし、自分を支えてくれた皆さんに感謝をしたいなと思いますし、まだまだ通過点に過ぎないので、1500イニング2000イニングと積み上げていきたいなと思います。はい、では今日もリスナーの皆さんからの質問に答えさせていただきます。埼玉県飯能市、ラジオネームマロンママさん。コーナさん、こんばんは。私には中学2年生の息子がいます。息子は軟式野球部でレギュラーを目指して頑張っていますが、今年からピッチャーにチャレンジすることになりました。私がアドバイスできるようなことはありませんが、怪我だけしないように見守ってあげたいなと思っています。そこでコーナさんに質問です。コーナさんは登板した直後や翌日、体のケアで必ずすることだったり気をつけていることはありますか？息子に教えてあげたいのでぜひ教えてください。おお、熱心なママさんですね。すごい、すごくこういいなと思ったのが、やっぱり怪我だけしないように見守ってあげたいっていう言葉がもう一番ですね。やっぱり周りの人の支えがないと野球ってできないので、そうやってね、怪我をしないように見守ってあげたいっていう気持ちがあれだけですごく僕はいいなっていう、まずベースとしてね、いいなと思いました。あとそうですね、怪我、やっぱり怪我したら野球選手ってもうプレーができないので、それ以前の問題なんですよね。まあでもやっぱり怪我と隣り合わせのスポーツなので、やっぱ日々のケアっていうのは本当に大事なんですけど、まあ僕自身はそうですね、ストレッチはもうマストですね。トリガーっていう、コロコロした、なんて言うんだろうな、背中をとかをほぐすトリガーポイントっていう機械があるんですけど、それで毎日寝る前にストレッチをして寝るっていうのが日課で、で投げた翌日とかはやっぱり体が相当疲れているので、まずは睡眠ですね。しっかりと寝ることと、あとは交代浴、お風呂に入ってゆっくり入って水風呂入ってっていうこの交代浴をやって、あとはそうですね、本当もうリラックスするっていう感覚、やっぱり試合投げた後ってこう交感神経が優位で体がやっぱほてってきたりとかするので、それをこう抑えるっていう部分でも無駄に動かないっていうのはすごい大事ですね。とあと日々のストレッチっていうのはすごい大事だと思います。はい、これで大丈夫かな。まあでもこうね、ママが支えてくれるのがすごく息子さんは感じてると思うので、はい、すごくそのままでって言ったらすごい上からなっちゃうけど、そのアプローチは間違ってないなと思います。はい、じゃあ続いていきます。杉並区、ラジオネーム荻窪のエクボさん。もうすぐ交流戦ですね。コーナ投手が対戦したいバッターは誰ですか？また交流戦で楽しみにしていることはありますか？おお、そうですね、交流戦か、もう次早いな、1年早いな。交流戦はそうですね、まず対戦したいバッターっていうよりは打席に立てる喜び。なんかやっぱりね、
打てる確率は相当低いんですけど、やっぱ1年に一度しかないこうイベントって言ったらあれですけど、あの機会なので、すごくこう打席に立てることが楽しみですね。でも今年は初ヒットはね、そろそろ打ちたいなと思ってるので、ちょっと気合い入れてあのバッターは振り込んできたつもりですそうですね。で、対戦したいバッターはやっぱりあの読売巨人軍の岡本選手ですね。同期入団で、あの同級生ということで、で多分僕のたちの年代だと一番活躍しているバッターなので、やっぱりね、そこは俺もいるんだぞっていうねところを見せつけたいなと思いますし、やっぱ同級生との対決っていうのと、まあ、いいバッターっていうのは間違いないですし、やっぱワクワクしますね。やっぱいいバッターと対戦できるっていうのはこれ以上にない高揚感があるので、でそのバッターを抑えた時っていうのはもっとこう嬉しいですよね、はい。まあ、だから、はい、順調にいったら対戦があると思うので、はい、しっかり抑えたいなと思います。はい、ということでそろそろお別れのお時間です。引き続きあなたからのメッセージを待っています。高橋コーナーのこうなるしかない、お相手は埼玉西武ライオンズ高橋コーナーでした。また来週。